pc-9800 シリーズ用 msdos 版ロータス1から2から3で作成したグラフロータス1から2から3はロータスソフトウェアが開発販売していたパソコン用表を計算ソフトである本ソフトウェアはロータスデベロップメント社を代表する商品の一つであった日本においては単にロータスまたは1から2から3と呼称されることも多い名称の 1>, 1から2から3は、1、表計算機能、2、グラフ機能、3、データベース機能の3つの機能を合わせ持つことに由来する。ロータス1から2から3は、MS DOS 用表計算ソフトの代名詞的存在となり、当時世界で最も売れた、パソコン用アプリケーションソフトウェアとなった。特に、北米市場では、IBM PC、 a t 及びその後換気のキラーアプリケーションとなり、日本市場においても、一時期は、ワープロソフトにおける、ジャストシステムの一太郎と同様に PC、PC-9800 シリーズを中心とする MS、MS-DOS パソコン向け表計算ソフトのシェアトップを占めた。しかし、X86 プラットフォームにおける主要なオペレーティングシステムが MS、MS-DOS から、 マイクロソフトウィンドウズへ移行するに従い、早期にウィンドウズに対応したマイクロソフトエクセルの構成の前に劣勢に立たされ、シェアを失った。2006年12月時点での最終バージョンはリリース9.8であり、その後バージョンアップは行われていない。またロータススーパーオフィスも含め、マイクロソフトウィンドウズビス対抗のウィンドウズ OS には対応しなかった。 マイクロソフトによるマイクロソフトウィンドウズ XP のサポート終了に伴い単品販売のミレニアムエディションとスーパーオフィスは営業活動を2013年9月11日には終了し2014年9月30日にサポートも終了した。日本では2003年10月よりソースネクストから価格を1980円に引き下げて販売されたが 2008年時点で、すでに単品販売は終了しており、その後は、ロータススーパーオフィスの形で2970円で発売されていた。最終的な累計出荷本数は、全世界で500万本以上とされる。IBM PC OMS DOS 版、ロータス1から2から3ロータス1から2から3は1983年、ミッチケーパー発案の下、 ジョナサン・ザックスにより開発された。アメリカ合衆国においては、家庭におけるパソコンの用途の一つとして、表計算ソフトが普及していた。ロータス1から2から3以前にはアップル e 2等で利用できるビジコープ社のビザカルックがベストセラーとなっており、16ビットパソコンである IBM PC においても同様のアプリケーションが期待されていた。マイクロソフトは、 IBM PC 対応、すなわち PC DOS 上で動作するアプリケーションとして、マイクロソフトマルチプレインを開発、販売しており、また8ビットパソコンにおいて人気のあったビザカルクやスパーカルクなどの移植も行われていたことから、IBM PC プラットフォームにおける先行ソフトは、すでに存在していた。ロータスデベロップメントは先行ソフトに対し優位に立つ、ため、 他を圧倒する性能を追求し、1から2から3を開発した。1から2から3は豊富な機能、高速な再計算、強力なマクロ、アドインによる拡張性をセールスポイントに掲げ、先行していた他の表計算ソフトを圧倒して、MS DOS 用アプリケーションソフトウェアのスタンダードとなることに成功した。同ソフトの人気は IBM PC。 AT とその互換機の売り上げを押し上げ、パソコン市場を IBM 一色に塗り替えることに寄与した。高機能であるがゆえに、メモリは 256KB を要求されたが、1から2から3の人気はむしろ標準的な PC 環境の高性能化を後押しした。マイクロソフトが IBM PC にバンドルされる PC DOS と同様の OS を MS DOS として互換機メーカーに供給。 および市販したことから互換機上でも1から2から3を使うことができた。MS DOS が CP-M-86 との競争に勝利した理由の一つには間違いなく1から2から3の存在があった。また、1から2から3の人気は IBM 純正機よりも互換機の売り上げをより押し上げ、IBM のシェアは徐々に低下していった。当時、PC-AT 互換機よりも 一から二から三互換期という故障の方が一般的であったほどである。また、マッキントッシュ版もリリースされたが、ミッチケイパーはシンフォニーやジャズのような統合ソフトに期待しており、一から二から三の将来性に否定的で、移植にも消極的であった。移植が行われてからも MS ドスバントの互換性の低さや GUI に適合しないインターフェースが利用者の不評を買い、 マッキントッシュ市場では存在感を示すまでに至らなかった。マイクロソフトは MS DOS 市場におけるマルチプレインの敗北の反省に立ち、新規デザインの表計算ソフトマイクロソフトエクセルを開発し、来るべき OS に時代での剣道従来を期した。時期プラットフォームは OS にではなくマイクロソフト Windows となったが、エクセルは Windows の普及と補調を合わせて、販売本数を順調に増やしていった。しかし、1から2から3は、Windows への対応が遅れ、プラットフォームを移してからも、Excel との性能差は開き続けた。特に初期の Windows 版及びマッキントッシュ版は、一見すると、GUI アプリケーションにもかかわらず、マウスによる操作はほぼ行えず、キーボードによる操作を要求するなどの致命的な、 問題を抱えていた。そんな中、ロータスがグループウェアロータスノーツを主力に据えたこともあり、Windows 版の開発は停滞、m a キン i n シュ版の開発は中止と、Excel との差は埋めようがないほどにまで広がっていった。ロータスは、Microsoft Office に対抗すべく、オフィススイートロータススマー s s ス a r t をリリースしたり、価格を引き下げたりして対抗したものの、 オープンソースや他社の安価なソフトとの狭間で埋没し存在感を出せず2013年6月11日に販売が終了した年間継続サポート用のパーツに関しては2013年9月11日で提供が終了し2014年9月30日に全製品のサポートが終了した MS DOS 時代においては他のソフトに比べて先進的な機能を有していた 本校では MSDOS 版のみについて述べる。処理速度を向上させるため、アセンブリ言語で開発されていた。アセンブリ言語は、個々のハードウェアへの依存度が高く扱いも難しいが、コードは小さく、処理は早くできる。互換機メーカーや周辺機器メーカーの方が1から2から3に合わせて設計を行い、むしろ IBM 純正機との互換性確保の 基準として扱われたこともあり、機種依存はほとんどを問題とはならなかった。また、マルチプレインは、旧機種との互換性にこだわっていた分、性能が犠牲になっていた。1から2から3は PC、AT 以降に特化することにより、描画スピードやメモリの利用効率の面で、他の表計算ソフトを圧倒していた。特筆すべきは、再計算の速さで、一説によると、 環境にもよるが、マルチプレームの10倍程度であったとも言われている。本体のみで、データベース作成やグラフ描画が可能だった。ミッチケーパーはこれ以前に、ビザッカルクを拡張する、ビジプラットやビジトレンドを開発しており、それらの機能を1本のアプリケーションに統合することで、利便性を高めたのである。マルチタスクでない MS ドス環境において、アプリケーションを終了することなく、 ワークシート表示とグラフ描画を同時に行えるなどの利点があった。文章の表示にも優れていたため簡易なワープロとしても使用可能で表を含むような文書の場合、ワープロソフトより文書作成が楽な場合さえあった。その上、アドインにより様々な機能を追加することができ、さらに強力なマクロ機能も有しており、応用範囲の広さに対する評価が非常に高かった。 アドインやマクロは利用者自らによる作成にとどまらず、第三者の手によって開発され、商用ソフトとして市販されたり、PDS やシェアウェアの形で配布されることが多く、ユーザーにとってはさらに利便性が高まり、それが1から2から3の人気をより押し上げる結果にも、つながった。ユーザーはそれらにより独自の環境を構築することが、でき、1から2から3さえあれば、他のアプリケーションは、 必要ないとまで言われるほどだった。後に1から2から3を模倣し、性能面で上回り、付加価値となる独自機能を模有していたアプリケーションも現れたが、すでに高い信頼を得ていた1から2から3の画像を崩すには至らなかった。基本的なインターフェースは、ビザッカルックを模倣していたため、ビザッカルックのユーザーは、ルックフィールの違いに戸惑うことなく利用することができた。 ワンキーメニュー呼び出し、ポップアップメニュー、下位1キーによるヘルプ呼び出しなど、他のアプリケーションの標準的な操作方法は1から2から3により固まったと言ってよい。また、グラフィック機能を積極的に利用し、グラフを美しく描画することができた。IBM 標準のグラフィックカードは、高解像度だがテキストしか扱えない、MDA とカラーグラフィックを扱えるが解像度の低い。 CGA だったが、1から2から3を快適に利用するため、解像度の高いヘラクレスが広く利用されていた。ありがとうございます。